こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon のカートの取り方、これについてお話します。もう Amazon 輸出もですね、ある程度、ノウハウがこなれてきて、値段じゃなくて、カートを取る方がね、儲けるためにはどうやら重要だというのは割と浸透してきています。ところがどうやればカートが取れるか、これについてはですね、全然見当違いの情報を発信している人もいれば、あるいは塾とかスクールをやっている方でも、間違った理解をしている方が結構いらっしゃいます。カートをどう取るか。例えばね、良い評価を集めるとか、安く出せばいいとかね、両方間違ってます。例えばこれ、どういう人がカートを取れているかってことなんですけど、これ見るとですね、タイムオンアダイム71.99ドルの人が、ここの部分ですね、カートを取ってます。71.99、ここですね、タイムオンダイム。FBA で、最安値になってますけど、評価は21しかないですね、良い評価。そうすると、評価21しかないだったら、もっと評価の多い人はね、カート取れてないんじゃないか、取れてるんじゃないかと。2944、ここにありますけど、取れてないですね。価格差はわずか3ドルちょいしかないのに取れてないです。あとこれ、一見ね、安い順序にこう並んでるような気がしますけど、こう1234というページまで行って、4のところになんと99.99ドルで出してる人が出てます。おかしいですね。安い順に並んでるはずなのにおかしいと。で、しかもカートはこの、評価が666もあって99.99、全く出てこない。安い人だけがここに出てくるわけでもないと。こう考えると、ますますどうすればいいかわかんなくなってきます。実際問題、カートをどうやって取れるかっていうですね、この質問がちょっと Amazon で儲けるにはずれてるというのが言えます。実際じゃあ、何を言ってたか分かんないと、どうすればいいのか、この動画で全部説明するとちょっと長くて、見にくい動画になってしまいますので、また別の動画の方で解説させていただきます。ご関心ある方は YouTube のチャンネル登録、あるいはメルマガに登録してご覧になってみてください。カートを取るのが重要です。ただどうやればカートが取れるか、それが分かってない方多いですし、そもそもカートを取るのに全力を尽くせばいいのか、半分合ってるし、半分間違えてます。この辺をね、きちんと理解してる方が少ないから、稼ぎやすい Amazon も、稼ぎにくい方法で苦労してる割には儲からないという方が多いんじゃないのかなという気がします。正しい稼ぎ方、どういうふうにやるか、メルマガや動画の方でまた解説したいと思います。以上、テーマアカデミー、堀秀夫でした。